はい、どうもゆりです。今回もテキサスチェンソーをやっていくんですけども、ちょっとねその前に少し話したいことがありまして、私ね別の動画でコメントはね返すことはできないんですけど、一番全部ね確認してるっていうのは伝えてると思うんですけど、その中にですねまたちょっと気になるコメントがありまして、ファンファレのね鴨さんを使ってるショート動画なんですけども、ゆりさん最近疲れてるとかね、ゆりさん少し休んでくださいっていうコメントが入っていて、まあ最初見た時なんだろうなとは思ったんですけど、ちょっと多分思い当たるのはショート動画をねただいっぱい上げているからなのか、それともね、ちょうどね敵チェンの方であのレザーフェイスのね使いすぎでチェーンソー音ずっと聞いてて頭痛がひどいっていうね動画を上げていたので、もしかしたらそっちの方を見てくださって、ファンバレの方にね書いてくれてるのかなとも思ったんですけど、ちょっとねそれは分からないですが、まあどちらにしてもですね、私の体調をね気遣ってくださって、うん、そう心配してくださるね、方がいるということで、いや本当にこんなありがたいことはないですね。本当にありがとうございます。まあただですね、実際のところ私は人気配信者でもないので、そう人気配信者さんだったらあれですよね、数日ちょっと開けても人ってねなかなか離れることはないと思うんですけど、私がねそれをやってしまうともう誰もね来て、そうそう見に来て来なくなるっていうね感じになってしまうので、まあどうしてもねそれはちょっと厳しいところはありますね。まあただね私が配信者でやっていきたいっていう、なんだろうな、うん、そう決めた時から、まあ、そのね覚悟はもうすでにしているので、まあそれでも本当にありがたいですね。こういうコメントは本当にありがとうございます。ちょっと待って、回復取った音したな今。そうあとですね、最近ね私のこと名前呼びしてくださる視聴者さんも結構ねいたりして、いやそれも本当に嬉しいですね。私は今まで見る側だったので、そう配信始めてねこう名前呼んでもらえると本当にもうなんだろうなこんな嬉しいことはないですね。はい、本当にいつもありがとうございます。ということでね、ちょっと冒頭長くなってしまったんですけども、ここからちょっとゲームの方入っていきたいと思います。上上がってるかなこれは。うん、そう今回はね新マップでジョニーを使って暴れていこうっていう感じですね。私の一番好きなキラーなので、そして今度は裸スキンどうやらね裸が実装されていたってことで全然知りませんでしたね。こちらをちょっと使っていこうという感じで、しかもあれなんですね、配布されてるってことでめちゃくちゃいいですね。これタダで配ってくれるのはありがたい。ちょっと待って、ジュリー800これは言ってるな。場所はわからないですけども、おそらくどこの、あっち行ってる、あれだ。いや、違う。あれ、ヒッチか。ヒッチが向かってるな、あれ。見てる。いるっぽいんで、私行きましょう。オッケーオッケー。さすがに3人行くとまずいので。待って。バルブやられてるな。足当たる。オッケー、私探します。これがね、ジョニーの強みでもあるんで、しっかりでこれで、特定していきたいところ。ちょっと待って、足音聞こえたな、今。足跡が途切れてるってことは、まあでもそこに残ってる感じですね。ナイス、素晴らしい。あれ、ちょっと待って、今いなかった。あれ？あ、こっち走ってる。オッケーオッケーオッケー。さあ、ジュリー見つけましたよ。ちょっと待って、スタミナがない。まずいな。さあ、このまま走っていきます。ナイス！いやー、その、罠はでかすぎる。あと任せて。オッケー。これがジョニーの強さです。まあ今のはね、ヒッチの罠もありましたけど。いやー、そう、ジョニーめちゃくちゃ好きなんですよね。静かに殲滅力が高いっていう。いや、めちゃくちゃ強いキラーですよ。個人的には最強だと思ってるんでね。このレザーフェイスとの差がね、すごいですよね。めちゃくちゃ、チェーンソー音になってる。レザーフェイス、あ、やっていい？ありがとう。さあ、私、血上げておいて、あとは、アナとコニーですね。この調子でやっていきましょう。
そう、もうレーダー編はね本当に前も言ったんですけど、視聴者さんのねご要望がない限りはもう使うことはないでしょうという感じです。さあ、ちょっと待って、火ちょってるな、やってる、いやーナイス、強いな味方。待ってね、あとはアナだけですよね。うん、さあアナはどこだ。まあ能力ね使いつつ探していきましょう。さあこの辺はいないか。まあただね走ってないとね足跡って残らないんで、もともとはね違ったんですけど、ちょっと待って、ポイント700か、まあまあ動いてるけど、まあ残り1人の生存ポイントとして上がった感じかな。それ以外でもなんかもらってそうだな。700、おっといた、やっぱいましたね。さあここでジョニーの強さが見れますよ。よいしょ、さあ3発殴って、さすがに穴硬いんでね、これでは落ちないという感じで、どうなってる、 OK 任せて、さあ切りまくる切りまくる、よいしょよいしょこれですね。いやめちゃくちゃ強いジョニー。はい、こんな感じで、ちょっとねだいぶ早いなえ、試合時間何分だこれ。いや6分40早すぎるな。ちょっと早すぎるので、ね、もう1試合やりましょうかこれは。うん、はい、ということで無事全滅とヒッチ屈伸してるよし、ということで続けて、まあ、ジョニー使っていきたいと思います。はい、はい、ということで2試合目開始されたのでやっていきたいと思います。マッパ食肉ですね。さあ開幕爆音ムーブということで、速攻地下潜っていきましょう。おっ、ちょ待って、オートイムみたいな発動してない今。危ない危ない。さあそこにいますね、早速サバイバー。そしてキラーは、レザーフェイス、ヒッチ、ジョニーということで、知恵があんまり、ね、ないので、できるだけ急いで、キル取っていきましょう。でそこで、あさってるやついるな。さあ、ダニーということで、3発。さあ、すでに3発殴って、あと1発当てれば多分、あー、ちょっと待って、穴潜伏してたか。お、レザーフェイス。いやー当たってないか、惜しい。とりあえず OK です。ダーニー瀕死なんでね、この調子でちょっとやりたいところなんですけど、どこ行ってる、そこ漁ってる感じではない、ここにもいないか、奥まで行ってるかなこれは。いやこれこれは私で、どこ行った、そっちにいる感じでもない。いやーダーニー探したいんですけどね、隠密してるかなこれは。うん、惜しかったな、あと一発当てれたら。おっ、ちょっと待って、おっと、ここに、いやまたテコンドア、そうなんですよね、ドアがあったら本当にガンガン決められちゃうので、ただまああれはちょっと追わなくていいかな、他の場所をちょっと優先して、索敵していきましょう。さあそっちにもいる、オッケーオッケー、バジナいる。さあ一発は殴れるかな、2発、オッケーオッケー、2発殴れるのでかいですよ。さあそして400だけどワンチャン上上がってるな、一応ちょっと見に行きましょう。さすがに地下3人いたら上何もないので、やってるなやっぱ、よかった見に来ておいて、オッケーオッケー。さあこれやれますよ、直線でジョニーに直線で見つかったらもう逃げることはできません。5連続5連続で切って、キルできましたね。オッケー。さあ、最初からジョニーじゃない、ダニー持ってって、今、グランパ無効化にしたのは、アナか。ピッチ、アナどこ行った感じだ、これ。開けてる感じではないか、まだ。950って、これ、アナのポイ、グランパポイントなんで、おそらく。うん、大丈夫なはず。あ、いるな、バジナ。さあ追っていきたい、一発は殴れる、オッケー。この一発はジョニー結構重いですから。さあ向こうはいないか、もうちょい地下探しましょう。さすがにここにはいない、
であればこの奥の扉ですね。ポイントも、まだ動いてないですよ。さあここはどうだ。開いてる？開けてないな。ってことはやっぱりあっちか。あっち側以外開けてないっぽいですよね、これ。ここのはしごも、埋めてる感じではない。お、罠かかってる。ナイスイッチ。いいですね。さあ、私割と近いので地下降りてくる。オッケー。さあ、ここに。で、この直線は、私の完全な領域です。はい、直線は本当に逃げられないんですよ、ジョニー。めちゃくちゃ強い。さあ、2キルということで、アナが、ちょっと待って、バージニア E としてアナ怖いな。1000ポイントいってますよね。大丈夫か、これ。一応、こっち見に行きましょうか。うん、グランパ刺してるとはいえ、1枚ね、破って、出てもおかしくないポイントであるので鍵ついてる。このカラスは1か。で1100。待って、レザーヘッズどちら、そこ真ん中立ってる。あれ、ちょっと待って、そこ映ってるな。めちゃめちゃ映ってますよ。見えてます。さあ追っていきましょう。アナですね。そっちは、私取れないな。レザーヘッズ回り込んでるので、私はこっちから、追っていきます。さあ、こっち戻ってくるしかない。そして、直線ですね。さあ、ガンガン切っていきましょう。よいしょ。よいしょ。よいしょ。1、2、3、4、5、6、7。やばいな。ジョニーぶっ壊れですね、完全に。このキル性能ですよ。そしてレザーヘッドは違って静かにね、キルが取れるということで3キルです。さあ、残り1人ですね。バージニア、あれ、ちょっと待って、バージニアも一気にポイント上がったな。油断ならないぞこれ。1000ポイントいってる。でヒッチはそこ罠仕掛けてると。でそこの裏はどうだ、一応見ていきましょう。この裏も、大丈夫。これどこで稼いだポイントだ。スライド裏かな。ただこっちさっき見たけど大丈夫でしたよね。うん、大丈夫。ちょっと待って、ポイント一気に上がりすぎじゃない ?1400。これ確実にどっか破ってますよね。となるとスライドしかない。ちょっと待って。あー、いってるなー。大丈夫か、これ。一応見つけてる感じ？私、足跡、ここでね、ジョニーの強みを生かして。ちょっと待って、最終まで行ってない、これ。いや、でも、電気はついてる。待って、足跡残ってないぞ。走ってないな。バージニアうまいぞ、これ。いやー、怖いな。最終まで行かれてる。ただ、足跡がないんですよね。完全に歩いてるな。慎重ですね。ここまで来たら、普通はあれですけど、急ぎたくなるものなんですが、ちゃんと歩いてると。いやー、見つけられないな。ちょっと井戸入ってる可能性もあるんでね、ここで待っておくのはちょっと危険と。他も見ていきましょう。1600。ちょっと待って、やってるな。向こうか。え？そこでチェイスしてる？ちょっと待ってね。よいしょ。あー、いるいるいる。オッケーオッケー。であれば私回り込んでおきましょう。こっち側から行っておいて発見しましたね。さあ、それは視界妨害食らうけども、しっかり当てていくと。さあ、ジョニーで4キルですね。いや、これはもうジョニーが強すぎますよ。もう私個人的にはもう最強のキラーだと思ってるので。
レザフェよりもキル性能が高いという。いやー、すごいな。はい、ということでね、めちゃくちゃキル取れたということで良かったです。はい、今回もご視聴いただいた皆さんありがとうございました。それではお疲れ様でした。